和田政宗君次世代の党の和田政宗ですまず今回のアイシルというテロ集団による日本人に対する卑劣な行為について次世代の党として断固たる非難をいたしますさて私ども次世代の党は安倍政権の改革路線や安全保障政策憲法改正の姿勢について大いに賛同しております そしてアベノミクスや地方創生を確実なものにしていきたいというのも同じ思いです。しかしながら、アベノミクスや地方創生の足りないところ、修正すべきところはしっかりと提案し、是は是非は非として行動してまいりますので、しっかり議論ができればと思います。ではまず、人口減少と出生数の問題について取り上げます。このまま有効な手が打てなかった場合、人口は2100年頃には、 国のの予測の最小値で3000万人台になってしまいまいすこれでは国家の存立すら危ぶまれる状況になり、日本国の経済は衰退し、東アジアの一島国になってしまうかもしれません。何よりも次世代のために、日本国の持続的な発展のために、人口減少を食い止め、子どもの数を増やすということを国家の優先課題として取り組まなければなりません。 政府もさまざま取り組んでいることは分かっていますが、効果が本当に上がっているのかについては疑問を持っております。現行の児童手当、また民主党政権時代には子ども手当が行われましたが、結局はいずれも出生数の増加につながっていないと言えます。これらの制度は一律に子ども1人当たりいくらという手当ですが、我々は出生数を上げるために、傾斜配分型の児童手当の導入を提案したいというふうに思います。傾斜配分型児童手当の考え方はこうです。 月額で第1子に1万円、第2子に2万円、第3子に4万円、第4子に8万円を支給するというものです。えつまり、3人の子育てをする家庭は月額7万円の支給、これはお母さんが地方において昼間スーパーですとか水産加工場でパートをして得られる金額に必要とします。そして4人の子育て家庭には15万円、これは地方でフルタイムで働いて得られる収入と一緒です。 すなわちこの制度では、子育てに専念しても収入が保障されて、安心して子どもを育てられるわけです。ですから、第3子、第4子をこれまで諦めていた人たちも、これなら産み育てられる、第3子、第4子をぜひ産み育てようという家庭が増えるはずです。しかもこの制度は、大都市ではなく、地方において出生数を増やすことにつながると思います。 第三子以降を産み育てようということを考えた場合、三世代同居か親が近くに住んで、子どもの面倒をある程度見てもらえるというのが重要な要素になりますが、三世代同居や親の近住は、都市部ではなく地方において多く見られますので、地方において出生数が増えるはずです。まさに地方創生にも合致します。でまあ財源ということになるんですが、現行の児童手当の倍の4兆円がかかりますが、 親として次世代を産み育てることには公共的な性格があるというふうに思います。特に第三子、第四子の子育ては、社会に対する貢献という要素もありますから、これを評価して支援するのは、至極くまっとうなことであると考えます。この傾斜型児童手当の導入を提案したいと思いますが、総理の考えはいかがでしょうか塩崎厚生労働大臣あの。児童手当関係でございますので、私の方から答えたいと思いますが。 あの子どもの多い世帯に対して、えー、厚めにまあ支援をするという考え方自体はあのー、少子化対策として重要な課題だというふうに思っております。現行の児童手当でも、えー、3歳から小学校終了までの子どもについては、第1子、第2子より、それから第3子以降に手厚い給付となって、まあ、こうだんだん増えていくように、1万5千円、それから1万、1万5千円。 とといいうことになっているわけでありますでご指摘の,あの先生の傾斜型児童手当を導入する場合には、まあ、さらにこれ、厚い給付を行うというご提案であるわけでありますけれども、えーまあ、あの一つは、えー、現金給付にだけがあの適正かどうかという問題もあって、我々としてはまあ総合的に今、保育所の充実、 などをやって、まあ、全体として子育て環境を整えていくということをまあやっていることでございまして、まあ、そういうことがまず必要ではないかということがまあ一つ、もう一つはやはり今、あのご自身、4兆円ということをおっしゃいましたが、まあ、この追加財源が必要だということで、えー、これについてじゃあ、どういうふうに考えるべきなのかということに関して、えー、まあよく吟味をする必要があるのかなというふうに思うところでございます。 和田政宗君まああのお答えはそういうふうになるだろうというふうな想像はつきましたけれどもやはり出生率を1.8 2.1に上げていくためには思い切った策をしなくてはならないと思います総理はどのようにお考えになるでしょうか安倍内閣総理大臣ただいまこの、まあ、大臣からお答えをさせていただいたこの考え方が基本的に安倍政権の考え方ではございますがただいま和田議員からまあご提案があったようにですね、いわばあー 子育てにも専念できるに足る給付をすることによって、例えば乳幼児の保育における公的負担がなくなるという可能性もあるわけでございまして、そうしたことを総合的に政策においては勘案する必要はあるんだろうと、このように思うわけでございまして、基本的な考え方は今、厚労大臣から答弁させていただいたとおりでございますが、一つの政策的な提言としてはですね、 私は選択肢足りうるんだろうと、ただ、財源との関係もございますし、現物寄付との比率の問題もございます、しかし、われわれも今、だいた提案等についても、今後、議論していく必要があるだろうと、このように思っております。 正宗君ぜひ、こういったことについて、わが党から提案をしてまいりますので、議論をさらに深めていければというふうに思いますが、こうした傾斜型の児童手当の創設をはじめとしまして、出生数の増加のために、あらゆる手を打たなければならないというふうに考えているわけです。次に、出産費用の完全無料化について聞きます。 妊娠から出産までを考えた場合、妊婦健診については補助があるものの、自己負担は少なからず生じます。また出産においても、出産一時金などの給付を受けられるものの、自己負担が生じることがあり、妊娠・出産はお金がかかるという意識が出生数増加の妨げになっていると考えます。こうううしした出産費用を完全にに無料化すすべきだと考考ええますが、厚労大臣はどのように考えるでしょうか。 あの先生のお気持ちは、ああ強くあのまあ支援をすることによって、少子化を打破しようと、こういうお気持ちだろうと思うんで、お気持ちはあの正面から受け止めたいというふうに思いますが、今、妊娠・出産に関する軽減策というのを、負担軽減策が、まず、いわゆる妊婦健診14回程度のが今、費用について公費負担が行われています。 それから医療保険において、全国の平均的な出産費用の水準にまあ鑑みて、出産育児一時金として42万円が支払われているわけですね。それから経済的に理由によって、病院等で出産できない妊婦に対しては、都道府県による無料または定額のでのまあ助産施設の利用支援、まあ、こんなことをやってきているわけでございます。でまあ、あの今完全 無償化というご提案でございますけれども、出産費用についてはやはり、あの今のような軽減策をとりあえず今あの、やっているわけでございまして、我が国のまあ財政事情も考えてみると、まずこういった出産費用を全額公費で助成をするという、あの先生のお考えはなかなかあの、まあ、そう簡単ではないと。 思っておりますそれで、ま,あ、まずはです、ね、今の制度が必ずしも使われてないときもありますから、えー、特にあの妊婦健診などについてもしっかりと、まあ、この軽減策を使ってもらうようにしていかなければならないというのはまずやっとるべきことかなというふうに思いますま田政宗君。 財源の手当、なんとかこうアイデアをひねり出して、私はもうあらゆる手を打たなくてはならないというふうに思っておりまして、あと一点、この出生数を増やすことについてお聞きしたいというふうに思いますが、不妊治療助成についてです。実はあの私も不妊治療で子どもを授かりましたが、なかなか子どもができにくい、しかし子どもを産み育てたいと考えている人は大勢います。しかし、昨年の制度変更により、特典不妊治療の助成制度は大きく後退してしまいました。 体外受精については、費用が1回当たり50万円近くかかります。これに対する補助は去年まで1回当たり15万円、通算10回まででしたが、現在は通算6回まで、40歳以上は通算3回、43歳以上は制度の対象外となっていきます。不妊治療をする人たちの負担、大きく増えているわけです。私は以前の制度に戻した上で、さらに助成を拡大すべきだと考えますが、厚生労働大臣、どのように考えますか。 先生ご指摘の昨年あの導入をされました不妊治療の助成制度、えー、失礼、これ26年度から見直しを行ったわけでありますけれども、えー、2点、まあ、大きな点が、変更点がありました。それは1つは、女性の対象、それから女性の回数、この2点が一番大きかったわけです。で、まず、その対象年齢でございますけれども、妊娠・出産に伴うリスクが相対的に少なくて、 治療により出産につながるという、この確率を高めるために、これまで年齢制限がなかったんですが、これをですね、女性の対象を43歳未満ということにさせていただいたわけでございます。これはまあ、そういう確率から言ってみて、学術的に分析をした先生方のご意見として、そういうふうになったということが一点。もももう1つは回数でございますけれどもこれどこ やはり相対的にリスクが少なくて出産に至る確率の高い、より早い段階での不妊治療の機会を確保する観点から、これまで2回までであったところを制限を設けないこととしたところでございます。なお、通算の女性回数については、治療回数が6回を超えると、その妊娠・出産に至る確率が低くなるとの研究報告がこれ、 ございましてそれで10回だったところを6回としたわけで、それは6回以降は確率が非常に低くなるというのがあの分析結果でございました。でまあ、それに加えて、しかし、28年度から始まる制度でございますけれども、新規で助成を受ける40歳未満の方々につきましては、前倒しで本年度から、去年の4月から新制度を適用しているということも申し上げなければならないというふうに思います。 1>, まあ1回の助成額の上限については、えー、実際にかかる費用の平均のおおむねの半額程度という考え方から、現在15万円としているところでございます和田政宗君。これはあの早く結婚して、えー 子どもを作るというようなことであれば、そういったことでいいのかなと思うんですが、やはり晩婚化というようなこともありますので、医学的な見地はよく分かりますが、これはやはりそれで望んでいる方はいますので、もう一度しっかりとした検討をお願いしたいというふうに思います。では、次に、被災地の巨大防潮堤の建設問題について聞きます。でこちらのパネルをご覧ください、そしてお手元にも資料をお配りしておりますけれども、こちらは岩手県大船渡市の防潮堤です。 高さ12.8メートル、巨大なコンクリートの壁とも言うべきものができています。まあ、あの私が下に立っているわけですが、とても小さく見えるわけです。で、えー、これだけではありません、す、ま、で、あ、にご存じの方もいると思いますが、宮城県の沿岸にも巨大な防潮堤ができております。で、えー、お手元の資料、そしてパネルですけれども、こちら、高さが9.8メートルの防潮堤。 まあこうした防潮堤が被災地のあちこちにできているわけです。でそこで太田国交大臣にお聞きしたいんですけれども、太田大臣の所属する公明党は、環境を重視する政党で、環境権を憲法に盛り込むべきだと主張しております。しかしながら、こうした巨大防潮堤、環境の破壊そのもので、公明党の党税に反するんではないでしょうか、公明党所属の国交大臣として、どのようにお考えになりますか太田国交大臣。 防潮堤につきましては高さというのと構造そこに私は岩沼に行きまして緑の防潮堤ということで木を植えるということもさせていただいたり環境への配慮ということもやってきたんですが高さの問題とこの構造の問題というの2つがございます。 で高さということについては数十年から百数十年に一度程度の津波 L1 と言いますが L1 津波に対応する整備を行うということを基本としています、えー、現実にあの三陸の方ではですね明治29年昭和8年地理津波を入れますと昭和35年そして今回と。 かなり40年ぐらいで来ているという状況も考えていかなくてはならないというふうに思いますが町の安全それから生活ができるかどうかということそしてその町を離れていって全部なくしてしまうという考え方もあるんですがそうしたら水が入る、まあ、いろんなこととハードソフトそして環境いろんなことを考えて 市町村による町づくりの議論などを踏まえて、えー、そして、えー、海岸管理者である県などが適切に定めるとこういう形になっておりますで、えー、そういう意味で、えー、こう何が何でもというよりか合意を形成していろんな要素を総合的に判断してということが一番大事で、えー、現実に L1 ということを言っておりますが L1 に基づく高さよりも低い 堤防高で原型復旧することとした地区というのもございますしあるいは海辺の砂を前方にむしろ作るということそして構造的に気を植える等々の環境への配慮というようなことをさせていただいて現実には合意を形成したという地区もございますで、まあいずれにしましても海岸管理者である県などに丁寧に 対応していただいて、合意が得られる地域について、速やかに復興が進むよう、私たちとしてもその場合に最大限の支援をしたいと、このように考えているところですまだ君小田大臣、言われるように、その環境に配慮をされたような形で作られるんであれば、私はまだそれなら許せるかなと思うんですが、実際のところはこんなのがあちこちにできているわけです。 で,では総理に聞きます、えー、昨年3月の予算委員会で、えー、総理は傍聴艇の見直しについて、国としても自治体とよく相談しながら考えていく必要があると述べていますが、実際のところ、先ほど見直しの事例、あ少し挙げられましたけれども、ほとんど見直しは行われていません。えー、私は一国の総理が言ったことが実行されていないというのは、由々しき事態で、総理のことばどおりしっかり見直しを進めるべきだと考えますが、総理はどのように考えますか。安倍内閣総理大臣。<coughs> この事情そのものはです、ね、地元の自治体、県がです、ね、住民の方々の意見を聞きながら進めていくうううべきであろうと、こう思うわけでございますが、その際、さまざまな環境への配慮等々の議論があるわけでございますから、その中においてです、ね、これまで国交省など、担当省庁の幹部職員が現地に赴いてアドバイスを行ってきたところでございます。 発災当初はです、ね、確かに住民の多くの方々は、高いものを作ってもらいたいという希望が事実あったんだろうと思いますが、投、ま、棄、あ、を経た中においてです、ね、実際に発災し、津波が起こったときのことを考えればです、ね、むしろ避難経路を確保しながら、日々、仕事をするうえにおいてはです、ね、避難経路が確保されていればですね、 まあ大丈夫であるという意見も出ているというふうに伺っておりますし、また、警官等のへの配慮ということについても、さまざまな議論があるということを聞いているところでございます。あくまでも主体は県ではございますが、今後、そうしたさまざまな観点から、国として必要なアドバイスを行っていきたいと、こう考えているところでございます和田政宗君。 ぜひ総理に現地を見てもらいたいというふうに思いますけれども、これがすべてがすべてこういった形でできるわけではないですけれども、被災地のあちこちにできている、これはまさに総理の言われる美しい国、日本で沿岸部がなくなってしまうというふうに思いますので、総理の言われたように、さまざまなハードとソフトの組み合わせで、えー、解決方法はあるはずですから、私はしっかりこれは見直していただく方がいいというふうに思っておりますで次にに我が国の防衛力についてお聞きします。 さまざまなデータを分析したり、軍事関係者に話を聞きますと、日本の南西方面の防衛、危機に瀕していると言えると思います。それは中国が装備においても訓練においても、予想より急速に力をつけてきているからです。政府は実際のところ、中国の軍事力についてどのような評価をしているのか、日本の防衛力に対して中国の軍事力を上回っているのか、防衛大臣、どのように考えてますでしょうか。中谷防衛大臣 数字から言いますと、2004年の中国の防衛費2100億円、現在は8820億円で10年間で4倍、26年間で40倍になっておりまして、非常に軍事力を後半後半かつ急速に強化をしているとということでございます。またあの戦術も A2AD という、まあ日米を分断するようなもの、またあ。 統合作戦能力向上、そして遠方展開の能力向上を図っておりまして、まあ、装備もそれに従って、向上させております。まあ、これに対してあの、我が国としましては、統合機動防衛力、この発想のもとに、この能力評価をしまして、重視すべき機能、能力を整備をして、この防衛力を整備しているということです。 和田政宗君明確に中国軍との比較というのはお答えいただけませんでしたけれども、ではお聞きいたしますけれども、外国が軍事力を持って尖閣諸島を奪取した、奪取しようとした場合に、絶対に防衛できるだけの防衛力は日本は保持してるんでしょうか、防衛大臣お答えください。中谷防防衛衛大臣力ののの比較とととというと隊員の数とかか装備の量とか あ、部隊の編成、運用の容量とか、装備の質とか、まあ、いろんな要素がありますので、これはあの総合的に勘案して、慎重に判断をすべきものでございますが、まあ、我が国は、この防衛力の整備を続けておりまして、最近はの統合運用を強化をいたしまして、さまざ、あ、まな部隊、装備を活用しまして、この能力を最大限発揮できるようにして、まあ、ありとあらゆる 事態に対応できるように、今、暴力を整備しているわけでございますた、片宗君そうすると防衛大臣、どんな事態であっても尖閣諸島は守れるということでよろしいですね中谷防衛大臣。あらゆる事態に対応すべく、我が国の防衛については、政府は万全の態勢でやっていると認識しております。 森君もし今のままで国が守れないのであれば、私は防衛費増額してもいいというふうに思っております、そしてあの防衛大臣、答弁なされたように、米軍との連携を含めたです、ね、そういった統合運用を含めて、しっかり打つべき手を打っていかなくてはならないというふうに思っておりますす次にににに外国においいてて拘束された日本人を自衛隊により救出することについて聞きます。 私は国民をいかなる場合も守り抜くことが国家であると考えています。そしてテロを抑止するためにも、いざというときに自衛隊を派遣し、救出できるようにしておくことが重要だと思います。今後、法整備を行っていけば、自衛隊が救出できる事例が出てくると思いますが、今回のアイシルのような海外のテロ集団が実効支配している地域で、日本人がその地域を実効支配しているテロ集団に拉致・拘束された場合については、救出はこれ可能になるんでしょうか。 私は今回の事件のような場合にも、自衛隊を派遣して救出できるようにしておく必要があると思いますが、過去の内閣法制局長官などの答弁では、いかなる法整備が行われても、今回のアイシルの事件のような場合には、自衛隊による救出は残念ながら憲法上不可能なのではないかと考えられますが、法制局長官どううなんでしょうか内閣法制局長官、横畑裕介君。 お尋ねは憲法第9条との関係で、武力の行使として法人を救出することの可否であると理解いたしますが、現在、憲法9条の下で許容される武力の行使は、いわゆる審査要件に該当する場合の自衛の措置としての武力の行使に限られると解しており、これに該当しない武力の行使は許されないというところでございます。 和田政君そうしますと、これ、法整備がなされた場合でも、今回のような事案については憲法上不可能だということでしょうか法制局長官。昨年7月1日の閣議決定において示された考え方は、今申し上げた武力の行使として法人を救出するということではございませんで。 いわゆる警察権限の範囲内でできることというものを法整備しようということでございます。すなわち、自衛隊の部隊が領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの武力の行使を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、 すなわちその領域において、権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、いわばその認定を通じて、国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことが確保されるのであれば、こうした活動、いわゆる実力を用いた警察力と整理されるわけでございますけれども、法人を救出することを含めて、このような活動を行っても、憲法上の問題とはならないという考え方でございます。 まあこれ、は逆説的に聞いたわけですけれども、まあ、警察権の行使等も含めて、これはまあいろいろ、その状況によって憲法上の制約というのはやはりあるわけです。で私はもうこれは外国で拉致、拘束された日本人をいかなる場合にも救出できるよう、憲法9条を改正すべきだと考えますが、総理はいかかがでしょうか安倍内閣総理大臣。まあ先ほど、法制局長官が答弁をいたしましたのは、いわば武力の行使については、 審査要件にかなってなければならない、他方、警察権の行使として、自衛隊も含めてです、ね、法人を救出する上えにおいてはです、ねまあ、受け入れ国の了承があり、また国に準ずる、まあ、武装組織がないという中においては、可能にしていくための法改正を今、 準備しているところ武器の使用も可能であるということについて法改正を準備しているところでございます日本国民の生命と財産を守るのは当然私たちのま責務でありその中において先般閣具決定をまこない憲法の解釈一部変更を認めたところでございます今後さまざまな事態にどう対応していくか その中で常に国民の生命と財産を私たちは守っていかなければならない、えー、その中においてまあ9条をどう考えるべきか、えー、我が党は我が党としてすでにえまあ9条についての改正案をお示しをしているところではありますなぜ改正するかといえばそれは国民の生命と財産を守るその任務を全うするためでございます和田政宗君 法整備によってできるのであればあ、すべきだというふうに思いますし、何らかしらの制約ができるのであれば、えー、出るのであれば、私は憲法をしっかりと改正しなくてはならないというふうに思いますで、まあ。よく憲法9条があるから平和が守られているという人がおりますけれども、今は憲法9条があるから国民の命が危ないと言えると思います。外国で拉致拘束された人を救出できない、そして甘んじて相手の一撃を受けなければ反撃できない。 これでは国民の血が流れてしまいます。平和を維持することは社会の出発点です。そのために打つべき手はしっかりと打たなくてはなりません。私は国民の命を守るためにも、早急に憲法を改正すべきだと思います。 次に従軍慰安婦の教科書の記述について聞きます。昨年、朝鮮からの強制連行について、今まで言われてきたことが嘘であるということが改めて明らかになったわけですが、いまだに日本軍が強要した、動員したなどと根拠がない記述が教科書にあります。文科大臣は教科書の発行者に対して訂正の申請を勧告できます。明らかにおかしな記述があるわけですから、勧告すべきと考えますが、どうでしょうか下村文部科学大臣。 文部科学省としましては、す、え、で、ー、に検定合格した教科書につきましては、慰安婦に関する記述の訂正を発行者に求めることは考えておりません、ただし、この訂正申請を行うかどうかは発行者が判断をし、まあ、それに従うと認めるということであります。し、ま、し、あ、しかしあの先般文部科学省として そそもそも新しい検定教科書基準を作りました。今後においては、この申請図書の検定について、この新しい検定教科書基準に従って、教会用図書検定調査審議会において、専門的、学術的な審議を行った上で、記述の可否が判断されるということになります。えー、まあさらに、その上、もし新しい事実が判明したり、 それから新しい政府見解が出されたりした場合には、そうした状況も踏まえて、教科書検定を行うことといたします和田正森君まあこれはただ、次の教科書検定まで待っていると、その間も根拠のないものというものが教えられるということになりますので、私は勧告していただきたいというふうに思います。で次にこちらのパネルをご覧ください 宮城県栗原市の高速道路出入り口付近にある、安重根記念碑の案内板です。これ、宮城県が設置したものです。韓国、朝鮮の人や、安重根と縁がある人が、私的に、私的に看板を設置しているのでしたら、私はとやかく言うつもりはありませんけれども、日本にとっては暗殺者であり、政府も犯罪者として認められている人物の記念碑の案内板を、税金を使って設置しているわけです。これ、速やかに撤去すべきだというふうに思います。これは観観光政策の観点からも公共機関が 暗殺者の記念碑はこちらですよと案内しているわけでありまして、あまりにおかしいと思います、えー、管轄している国交大臣、どのように考えますかご指摘のお案内板は、宮城県が設置主体となり、えー、道路管理者としての宮城県の道路専用許可を得て、平成12年より現在の場所に設置をされているというふうに承知をしています。 このため、当該案内板の表示内容や、設置および撤去につきましては、宮城県において判断されるべきものであると考えます。あの観光政策を統括するのは国土交通大臣と思いますが、これ、観光の案内板ですが、これは何かしら指導などでき太田国土交通大臣。 観光というよりも、先ほど申し上げた答弁のとおり、宮城県において設置したものであって、宮城県で、えー、判断すべきものだと、このように考えます。もね君。であればあ、まあ、県が懸命な判断をなされることを期待したいというふうに思います。 記念の日ですから当然国主権の式典を行うべきですけれども日本では行われていません国主催の式典を行うべきだと考えますが総理どのように考えますでしょうか。安倍内閣総理大臣。えま国主催の式典を行うべきかどうか自民党でも今までさまざまな議論が行われてきたところでございます。えま世界を見てみますとですね歴史の長い国についてはですね。 いわば建国記念の式典ということで、特別式典を行っていないところがむしろ多いわけでございます、また方革命によって生まれたタイプの国はです、ね、式典を華やかにやっているということではないか、という中において、日本はいわば西より国家として存在をしていた国でございますので、静かに迎えるのも一つの考え方ではないかと。 このような思いでございます。はい、和田丸和君。まあその辺りは議論をしていきたいというふうに思います。で、建国の日を国で祝わう、えー、国家があらゆる手を使って、えー、国民をしっかり守る、こうした当たり前のことができなくなっていますので、今こそ手をしっかりと打っていくべきだと終わりますえ。思います。終わります。